金庫給油覚え毛をしてからすれ違ってるってなったら、俺よりもタスクが多いからやってる量が、俺よりも後にすれ違うはずなんだよね、藤宮と。クルーメイトー。すいません。鼻息。まあまあ、いや僕は別に全然。どっか、ここ。いや、ここだな。いや、オラウメ。どれやねん、これもう。三人会じゃないですか、ここの。あらららら。正解。厳命や。宿舎ワーキー、いやマジでしまんの早いで。ガミさんとここ一緒にやんの白いなこれな。今日人外の時絶対落ちるよなてかな。うわ、ナイス。キルペオスで勝てないよ。出て直しましたよ。ズー。よいしょ。高田さんだ。二人とも。人が減った。減った。変わったし。減ることあんのか。みんな変わったし。アルプテ貨物。覚えの芸。青赤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 青もうちょっとわかんない、や前すぎて停電になる前にエレキにいて、で僕はエレキでずっとガチャガチャタスクをやっていて、トータスを見ていないから、でメインから人がいっぱい降りてきたから、メイン方向では死んでないと思って、石油キッチンの方に行ったら展望の配電盤の前で死んでました。ああ、右にはいないと思うんだよな。そう、右にそう、ね、いないと思います、うんうん、一応アーカイブの下、シャワー中全部、メインの小部屋全部調べたけど死体なし。左だと思うけどな、高田さんもと。ねえ、どっちも左っぽい気がするけどね。うん、まあ、戸田さんは展望で16秒以上前に死んでます。高田さんの方は死んでなかった？うん、いや、両方死んでました。両方死んでた。富士宮あるまでバイタル同時見てるから。戸、うん、田さんの方にはオラメ関われない。貨物に置いてきてるから。うん、ほらね、で一応ね、キッチンに入った時に石油キッチンだけ開いてて、キッチン展望だけ閉まってるって、なんかよくわかんない状態でした。あ、僕がね、多分通過してる。セキュリティで、セキュリティで僕いたじゃないですか。え？ああ、はい、セキュリティタスクしてたんですけど、ここで通過してきてるから、うーん、めちゃくちゃ長かったからな。でもな、え、でもエレキからセキュに行ってませんでした？キッチン席、エレキ席ってことですか？あ、そう。え？でもキッチンに梅健さん見ましたよ。あのね、ボタンが
ボタンが入らないから、あのもうそろそろ入るかなと思ってセキュリティ諦めてエレキの方行ったけど、意外にも入らなすぎてそのままセキュリティタスクやりましたね。じゃあキッチン席を開けたのは梅健さん、ね、あ、そうそう、僕です。神さんはエレキはどうやってきました？キッチンで梅健さんのすぐ後ろですかね、でエレキで藤宮アルマと会って、僕もバイタルチラッと見て、またエレキメインエンジンまで藤宮さんと一緒っていう感じ。最後だけ藤宮さんとメインで合流して一緒。1回目の手で直したのが藤宮です、貨物で、プテってどこ行ったの初手貨物だったら、僕初手貨物から、ラウンジアーカイブシャワーメインで終わりです。藤宮両方無理そうやな。高田さん左で死んでるそうです。おまおじさんって最後、ミーティングとかでどこまで行けてます？俺今エレキの中の3連ポチポチ。あ、エレキまで行ったんですね。まあ、おまおじさんはね、多分まだ最後の、まだ後で。これ停電中なんだよな。コックピット、金庫、ミーティングらへん笑いたい。しょうがない。梅神が、まあ、ね、そうだけど。に置いてね。ムケさん違うかな。今キッチン脇の人って梅健さん？あ、僕は来ましたね。なんで停電直さなかったんですか、梅健さんは。あ、僕ですか？はい。え、梅屋さんが行ったから。いや、梅健さん怪しまれてたから梅健さん直した方がいいかなと思って僕は申し訳ない。今梅屋さんって今証拠左弁当から来たように見えましたか？いや、宿舎脇で金庫でタスクやって弁当タスクやってミーティングが終わりましたね。弁当タスクならば、まあ、うん、まあ、僕知ってます。直したのはちなみにプテオラフで他触ってます、ね、勝っちゃいましたね多分。他触ってないだったら右3つで一生勝っちゃってたね。ああ一生に勝っちゃってました、まあ、トータスさんの方に関わる人物を洗いたくて、富士宮支店で僕の後ろにいる貨物組のオラフメイヤが弾けますね、アルマスさんの情報新前提だと、はいはい、おまおじさんは大丈夫だと思います。私もおまおじさんをシャワー方面に残してメインエレキで降りた自覚があるんで、実施点だと富士宮に白打てるんで、富士、おま、メイ、ゲン、あ、ゲンさんは分かんないのか、富士、あ、俺が見てるゲンさんは、あ、そう、おまゲンさんですか。シャワーメインぐらいまでは一緒に動いたと思います。シャワーでやってるから。でしかもその後俺シャワーでおまおじさんに会ってるんで。そうそうそう。俺って貨物の後はおまおじさんに見られてるから、多分俺どっちも関わらないんじゃないかなって。プテって感じ。で僕は浮いてはなくて、僕もずっと右にいて、僕はシャワーで奥カンカンと覚え毛を済ませて、メインで暗室でタスクしてゴミ箱を除染で終わってます。あ、じゃあ暗室でタスク除染ゴミ箱で終わってます。プテって貨物で覚え毛ショあれワイタターンやったってこと？やってます。俺らと一緒にワイタターンに覚え毛いったってこと？え？初手？このターン、このターンやってますよ。金庫給油覚え毛です。このターンっていうのはキルが入ってた。このターンっていうのはそう、うん、キルが。キルが。なんか、まあ、プテは浮き位置だから、まあ、てないですね。てか、うん、私とメヤさんが結構序盤貨物、うん、ラウンジアーカイブぐらいまで走ってる停電前ね、うん、ずっといたの。この経路上にプテさんがいないから、え、いる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 、ゲンさん見てる、ゲンさん見てる。プテは初手右に行ってるんだけど、俺覚え毛やった後に、診察のゴミ捨て抜いて、その後上に行って貨物、じゃラウンジで、え、初手覚え毛だったら絶対あれだよ。いやだからその後に俺ずっとうろうろしてんの、藤宮が停電になったから貨物に戻ってるんだけど、プテともう全く会ってないんだよな。だからプテどこ行ったのかなと思った。ゲンさんが、いや見つけてるけどな、ゲンさんとも会ってるし、おまおじさんとも会ってるよ僕。もう一回話したいです。どこで？サバターンどこであったか覚えてます私と。おまおじさんシャワー配線して、あとゲンさんはね、ダウンロードか配線ぐらいの間のぐらいのところにいた。ああ。ゲンさんも積極的に直し。いや、会ってないんだよなプテと。見てないよね俺。結構長いことさ貨物付近でさめちゃくちゃうろうろしてたじゃん。めちゃくちゃいい感じ。見てねえんだよな。プテどこ行ったんだろうなってずっと思ってたからな、まあ、最初にあの金庫タスクの方に行ったのはまあ分かって覚えてるんだけど、うわ、ああケンさん宿舎ではいいっすか。宿舎脇かよ。
宿舎脇ですね。僕とケンジさんはいて、僕がエンジンメイン。最後俺展望で直してます。ケンジさん速攻右ってボタンが入ってないから、多分ヌーン乗って右とか言ってないかな。まあ、もうこうなったらプテツるしかないかなって思っちゃう。ね、これかなりきつい盤面で、僕左に行ってないから、おまおじさんがシャワー配線しているところも僕通り過ぎているし、ゲンさんがその、まあ、今いないからいいけど、だからメイヤさんがなんか見てないって言われても。あ、じゃあプテはさ、藤宮とオラフ君とかとすれ違ってる？すれ違ってない。それがおかしい。序盤にすれ違っただけで。あ、そうだっけ。序盤ですれ違ってるか。序盤にアーカイブラウンジシャワー、貨物ラウンジ、うん、最初だけ。印象深く覚えてるのがお前さんだけだから。お前さんは2回会ってます、ちなみに。序盤だとしたらプテがさ、金庫タスク、キュータスク覚えゲーしてからラウンジ行ったのですれ違ってるってこと？そしたら俺よりも多分プテって後に藤宮とすれ違うはずだけど。なんか3人ぐらい固まってすれ違ったの覚えてる。うん、それはおらん。いや、いたんだよな。これ結構ここで詰められるのはきつい。いや、まあでも実際俺配線したのはマジやねんけど。だよね。結構前の話やから、それって。うんうん、うん。で、その後僕はそれを見送って、うん、シャバー側で覚えゲーとカンカンをして、暗室、除染全部終わって、ゴミ箱って時に、暗室から戻る時におまおさんとすれ違ってる。あ、プテさんがインポスターだとしても、今回のゲンさんはプテさんじゃないと思う。手でも多分割と早くて。で、ゲンさん誰ですか？手で直したの俺。あの、ゲンさんがね、宿舎で割とそこを右行ってるから、ボタンあるなら押してるはずなんで、キリクル的にも多分プテさんはどこで直してます？展望で一人で直してる。なんか梅ケンさんとかガミさんあたりからつってほしいけどな。ゲンさんはね、昇降機右からアーカイブとか行ってそうな気がする。あ、でも僕今日無理じゃないですか。オラフ君と最後見合って、で停電直しに。どこで見合いました？小見前通路でガミ、藤宮、オラフの3人で会いませんでした？停電中だったんで。まあ、コックピットに行くガミさんは見てる。あ、じゃあ、で、その後停電直しに武器庫、キッチンで、今キッチン前ぐらいですね。これ実はかなり、まあ、もう詰まってないから対抗出してほしい、プテに。梅ケンさんでお願いします。え、いや全然普通だと思うけど、まあ、初手キルもガンガンあるし、うん、でもなんかマットっぽいって言われてるのがちょっと怖いっていう感じです。まあ僕の証言でボタンいきます。うん、あ、覚えてるし、もう一回押してほしい。やっぱ変だよな。絶対変だと思うよ。だってプテが貨物で覚え芸をやり、じゃあ金庫給油、おい、金庫給油覚えゲーっていうタスクをした後だったら、藤宮とすれ違うのってもっと後だと思うから、絶対に。だから確実にプテは序盤に抜けてるんだと思うんだよね。おい、うん、手ね、真ん中で買っちゃいました今。うん、多分僕かな。はい、プテさんは人外でいいと思ってるけど、さっき言ったようにゲンさんの、まあ、時間考えたらプテさんではない人がゲンさんキルしてると思うから。今リフトは左にありました。それを右になかった。それを右に持っていきました俺が。で、宿舎下もさっき富士宮は最初エンジン上で閉まってるのを確認してるから、あるとしたらガミさんのコックピットベントぐらい。おー、ピットベント、コミュでオラフ君と見合ってる。ガミさん視点って所定はどうなってます？トータスさんの方。いや、所定も僕エンジン脇で、多分梅健さんぐらいしか死人覚えがなくて、うん、プテハスさんの2キルもあるんじゃないかなと思ってますけど、めちゃくちゃ長かったですよね。あ、確かになくはないかもしれんな。2キルか。でもアルマと一緒にバイタル見たときは両デッド。ああ、じゃあ、そうそうそう、16秒前に両方死んでたからないもん。じゃあない。あ、じゃあない。やっぱり単独でポコポコと殺してるよね。右はね、マジで人が多かったと思って。めちゃくちゃ多かった。うん、そうね、ラメイは両キル厳しいと思いたい。うん、一応遅いですが、藤宮はシェリフです。まあ、ね、あ、シェリフ。ああ、まあ、藤宮はシェリフ関わらないと。両方白くそうだから。うん、だからまあ、ガミ埋め。ぽいけどね、ぐらいしか。まああとアルマ、僕がマットだったら疑われてるプテさんがボタンを押してるの分かってて、ゲンさんの脇位置を宿舎にはしないです。
てか僕がセルフしてたらどっちにしろ16秒以上自作セルフ。バイタルから自作セルフしてるってこと、うん、アルマテでもね、あの貨物脇だったから、貨物脇がアルマ、メイアップ、手足の3人だったから多分ないと思うよ、ね、うん、でエレキでガチャガチャが全部終わった後にバイタルを見に行ったら貨物から来る藤宮と合流して一緒に見たって感じ、うん、で梅剣って確定クルーの世界線をどんくらい追うか、いやないと思う、うん、マジで合わないのが藤宮と合ってるっていうのが序盤なのだとしたら、プテが言ってた金庫給油、うん、金庫給油覚え芸をしてからすれ違ってるってなったら、俺よりもタスクが多いからやってる量が俺よりも後にすれ違うはずなんだよね、うん、藤宮と。だから僕と決め打ってスキップあるか、うん、そうやね、じゃあ明夜さんと僕がすれ違うタイミングですれ違うの確かにおかしいですよね。うん、てか梅剣さん直しましょうよ、スキップします。タイミングがさっき悪いんですよね。いやでも今回アーカイブにいたのにシャワーに降りてきたじゃないですか。あ違う、リアクターがなくてそのままボタン押しに行ってた。リアクターじゃない、ヌーンか。まあタスクで勝てそうではあるけど、ミスったな、シャワーのタスクやってよかったね。まあさすがにタスク終わるか。おーい、はいはいはい、タスク、タオルキャッチ、タオルキャッチプリキュア。え、出た。おら、なんだなんだ、出た出た出たって言った。いやこれね、いやちょっと見たまま話しますね、うん、石油のアップロードをオラフ君と一緒にして、オラフ君が先に出てって、でその後僕がキッチンの方に米そばなったんで走ってったら、ガミさんがオラフ君の死体を踏んづけてって走ってって、オラフ君の死体はキッチンの右下にあって、うん、ちょっとキルしたか分かんないって感じです。あ、梅剣、キッチンの右下、キッチンの右下です。あ、梅剣さんがねエレキのところからいたけど、どうだろう、あの結構直近キルです、ちなみにオラフ君。じゃあ届かないかも、ね、僕は来てるから。じゃあ届かないかも、うん、まあシンプルに行くのはガミロウ梅京わかるか、ね、僕今日は否定されてますよ、うん、なんかどこで今米サボ中なんで釣れるかな、うん、まあローメア高い方から釣っていく、まあ、梅京さんね、エレキのね下から出てきたっぽいから、エレキにいたっぽさはあるんだよな。そうそうそう、いつでもあのサボタージュ来た時待機できるようにエレキに。ガミさんかな、うん、あそうか、ガミさん行きましょう。見えるのか、ドアの光でね、だるまさんが見える。あ、え、でもあれこっちに来て引き返しました。あ、そう、石油抜けようとしたらアルマさんが見えたんで引き返して弁当で、ああ、逃げました。どうだ、はい、ジージー。なんだなんだ。いや、ごめんなさい。あの、僕、あの、多分報告と同時に千里が落ちたと思うんですけど、そしたら、あの、投票画面キュッてなって、ちっちゃくなるやつね。今、ガミさんが、チラッと見えた瞬間、ものすごい速度で落とされました。